皆さんこんにちは、リコです。今回の動画は靴が売れた時の梱包と再安発想について解説していきたいと思います。注意点も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらのチャンネルでは主にメルカリに役立つ情報をお届けしております。知りたい情報や質問などがありましたら、お気軽にコメントまでお願いいたします。それでは早速本題に参りましょう。今回の動画の目次はこちら。ではまず梱包資材の準備から見ていきましょう。ヒールやブーツ、大人用、子供用スニーカー、すべてにおいて梱包資材、梱包手順は共通しています。必ず使うものはこちら。水濡れ防止や湿度から守るための OPP 袋、破損防止のための緩衝材、梱包用テープ、ハサミです。こういった太めの梱包用テープがなければ、よくある普通のセロハンテープでも大丈夫です。まずはこの梱包資材を使って梱包していきます。そしたら次に必要になる梱包資材はこちら。段ボールもしくは梱包用袋です。指定の梱包材がない発送方法であれば、梱包資材は何でも大丈夫ですので、ご家庭にある不要なものでも購入したものでも大丈夫です。ではこちらの梱包資材を準備して早速梱包していきましょう。では梱包方法を画像に沿って見ていきたいと思います。まずは商品を先ほどの梱包資材と準備します。次に型崩れ防止のために緩衝材を小さくして靴の中に入れましょう。こういった丁寧な梱包をすることで、購入者からの信頼も得られて評価も上がると思います。最終的にこのように形を整えましょう。そしたら緩衝材を長方形に切ります。同じことを2回するので2枚用意しておいた方がいいですね。靴にくるくると巻いていくとこんな感じになると思います。巻き終わりの部分とつま先とかかとの部分はテープでしっかり留めましょう。左右同じように梱包ができたら OPP 袋に入れましょう。履いた途中の水濡れ防止や雨の湿度から守るためです。 OPP 袋に入れるか入れないかでも丁寧さがかなり変わってきますので、 OPP 袋は事前に用意しておくこともおすすめします。ちょっと写真では分かりづらいんですが、2足とも OPP 袋に入れ終わった状態です。そしたら次に梱包用袋を準備します。私はよくある梱包用の中身が透けない袋を愛用しているので、こちらに梱包していきたいと思います。 Amazon からでも買えるので概要欄にもリンク貼っておきますね。靴をイラストのように上下逆にして入れるとコンパクトになります。なるべく大きさを抑えた方がいいので、このように梱包してくださいね。そして封をしたら梱包完成です。続いて発送方法の種類を見ていきましょう。今回発送する商品は靴なので厚みがあります。なので厚みが3センチ以下のものは排除し、残るものは普通郵便の規格外、楽々メルカリ便の宅急便、ゆうメルカリ便の U パックになります。こちらの3つの発送方法においては指定の梱包資材がありませんので、段ボールでも梱包用袋でも何でも大丈夫です。あともう一つ、レターパックプラスでも発送可能なんですが、こちらは専用の封筒があります。こちらに入るもの、そして重さが4キロ以下となります。そして封筒裏面のこちらのガイドラインが完全に見えないよう閉じられれば、厚さの規定がないので発送することが可能です。続いて発送方法の料金を見ていきましょう。普通郵便の規格外では 500g 以内で510円、楽々メルカリ便、ゆうメルカリ便ともに60サイズは700円、80サイズは800円、レターパックプラスは4キロ以内で520円となります。では最安発送の見分け方について、安い順番に並べてみました。まずは普通郵便の定形外、次にレターパックプラス、その次は楽々メルカリ便、ゆうメルカリ便、どちら選んでも同じになります。ただ注意点として、普通郵便は 500g 以内ですので、子供の小さいスニーカーだったら大丈夫かもしれませんが、大人のスニーカーは重量オーバーしてしまいます。次にレターパックプラスでの発送は、専用の封筒が裏面のガイドラインがしっかり隠れるように締められることが条件なので、大人用のスニーカーなど大きいものは入りません。
大きさや重さにより変動するので断言はできないのですが、目安として言えることは、ベビーキッズ商品は定型外かレターパックプラス、大人用商品は宅急便か U パックになることが多いと言えるでしょう。最後に、多くの YouTube 配信者の方がマグカップや靴の発送にて宅急便コンパクトの薄型ボックスでの最安発送と動画を出されています。宅急便コンパクトは資材の変形に注意ということで、こちらで発送する場合は注意が必要です。公式サイトに明記されている内容はこちら。宅急便コンパクト薄型専用ボックスは最大 0.8cm、コピー用紙100枚相当の厚みのものも入れることができると記載されています。最大 0.8cm と記載されていますが、厚さ何 cm までと載っているわけではないので、グレーなところでもありますよね。指定の資材は必ず未使用のものを使うということ。その下に下記の場合は宅急便サイズにてお預かりさせていただきますので、ご注意くださいとあります。その中に宅急便コンパクトの箱が著しく変形している場合と記載されています。もともとは書類を送る時の配送方法でもあったため、あまりにも著しく変形している場合には正しい形状サイズにて発送される可能性が高いため、その際は宅急便の60サイズからとなってしまいます。集荷されて計測されるので、計測する人によりけりというような曖昧な状態になっているのも事実です。 YouTube でも宅急便コンパクトの資材を使って著しく変形しても送れるという動画を多く見ますが、それについてヤマトの本部に確認したんですが、やはりそういった厚みのあるものは配送できないとの回答でした。なので不安な方や安心して送りたい方は U パックもしくは宅急便で送ることをお勧めします。私はこういった変形した形で送ったことがないため、実際送れるかといったことがわからないのですが、 YouTube で変形しても送れたという人もたくさんいらっしゃるので、ここばかりはちょっと自己判断にもなりますので、注意して発送しましょう。では簡単にまとめると、丁寧な梱包をすること、最安発送の順番は定型外レターパックプラス宅急便 U パックということ、宅急便コンパクトの資材の変形に注意ということです。繰り返し発送することによりコツをつかんだり、最安発送が分かったりと積み重ねが大事になります。日々の生活が少しでも豊かになれるよう頑張りましょう。こちらのチャンネルでは主にメルカリで役立つ情報をお届けしております。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。他の動画もぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。